はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。今日は自宅のですね、一室からお届けをしておりますけどもですね、7月は11日土曜日ですね、もうすぐ12時ヌーンでございます。家にいるとですね、なんかどういうわけかまったりとはできませんね。狭いんです、この部屋ね、6畳なんですけども、別に寝ようと思ったらですね、自分の寝室に行って寝られるんですけどね、なんかやっぱりね、ソファーベッドで寝てるっていう方がですね、なんかいつものこう昼寝してるっていう感覚になるんでしょうね。自分の寝室を夜寝るベッドでね、昼寝っていうのはやってみようかなと思う。眠たくなったらやってみますけど、今日もね、朝ね、10時まで寝てしまったんです。昨日1時頃に多分寝たと思うんで、9時間も寝るな、アホって話ですね。あんまり寝すぎも良くないって言いますもんね。夜中に何回かね、トイレに行くんですけど、それにしてもですね、きっちり寝ましたね。だから眠たくならないかもしれません。はい。さて、本題はですね、イスラエルでございまして、これは読売新聞に出ていまして、イスラエルが忠告無視、ラファ攻撃に米苛立ち、バイデン大統領の武器支援停止言及ということで、ちょっと読みますと、米国のバイデン大統領は8日、パレスチナ自治区ガザへの軍事侵攻を続けるイスラエルに対して、武器支援を停止する可能性に言及したのは、民間人の犠牲を顧みない、ベンヤミン・ネタニヤフ、ネタニヤフ政権への不満を募らせた結果だ。イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘は7ヶ月を超え、特別な関係と呼ばれる米国とイスラエルの溝が深まっていると、バイデン氏は CNN のインタビューで、ラファに対するイスラエルの限定的な攻撃はレッドライン、かっこ超えてはならない一線、寸前との認識、寸前超えてへんやん、寸前やったらを示し、すでに1回分の弾薬輸送を保留したことを明らかにしたと。以下続くんですけど、要はですね、このネタニヤフというおっさんはですね、こうやたらとこう強硬派なんですね。で、強硬派ということは、要はこうパレスチナの方がですね、どんな目に遭おうと何も関係ないわいと、そういう発想ができるタイプのおっさんなんですね。実際その通りやってるわけですね。去年の10月でしたか、9月だったかな、忘れましたけど、ハマスのテロによってですね、連れ去られたり亡くなったりしたイスラエルの方って1500人ぐらいちゃうかなと思うんですけども、今ですね、少なくともですね、1万5000人以上のパレスチナ人がですね、イスラエルの攻撃によって命を落としてるはずなんですね。簡単には10倍返しですね。で、さらに続けていましてですね、おそらく2万3万は、亡くなってるんちゃうかなと、正確な統計数字に出てきませんね。でもちろんそこにはですね、パレスチナの民間人がいっぱい含まれているわけでして、これはですね、国際法上許されざるものであって、戦争について定めたですね、国際条約ってありまして、それではですね、いわゆる、非武装な一般人をですね、殺してはいけないと、攻撃してはいけないというふうに決まってるわけですね。で、それをイスラエルは完全に無視してるんです。だからですね、ハマスがやらかしたこととですね、対して変わらないことをですね、10倍、20倍の規模でやってるということなんですね。なぜ、いい武器をいっぱい持ってますからね。ハマスなんか1台の戦車も持っていないんですけど、イスラエル軍は、戦車いくらでも持ってますからね、ほぼアメリカ製の。で、そのイスラエルに武器、弾薬を供給しているのが、ですね、アメリカなわけですね。アメリカ国内ではですね、そういうこうイスラエルに対して非難ゴー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 ということが鳴り響いてましてですね、それがともすればですね、反ユダヤ主義みたいなものにつながりかけているような感じがします。アメリカの国内にはですね、ユダヤ人に対して反感を持っている人って一定数いるんですね。
なぜかというとユダヤ人ってですね、その、まあまあ、社会の中枢についている場合が多いんですよ。で銀行なんかいわゆる金融系もですね、ほぼユダヤ人が支配すると言われてまして、メディアもユダヤ人が支配すると言われてましてですねまあまあちゃこちゃいますね。スティーブン・スティルバーグとかもいますから、ハリウッドも結構多いかったり多かったりするんですね。でそれに対する反感反発というものがやっぱり一定数あるわけでして、まあそれが極端に講じたのがアドルフ・ヒトラーであったわけですけどもまあそういったこう空気というのはいつでもこう起こりやすいのが現実です。僕らにはわからないんですよ。日本人はこれがあんまり理解できないんですよなぜかというとですね、基本宗教問題なんですね。アメリカ人基本ああ見えてね、クリスチャンなんですよで、まあ教会に行ってる人はですね、少なそうに見えますけどもですね、根がクリスチャンなんですね。で教会に行かなくってもですね、彼らの価値観っていうのはクリスチャンの価値観を基本に出てきてるわけですね。で田舎に行くとですね、アメリカ人大半田舎に住んでますから、田舎に住んでると未だに日曜日はですね教会に行ったりするんですよ。アメリカのですね、こうちびまる子ちゃんみたいなこうアニメがあるんですけど、シンプソンって言ってるんですね。でちょっとそのなんていうか作り方が日本人には馴染みがないんですけど、あれはアメリカの田舎なんですね。2万人の町というふうに設定されてますけども、新婦本一家は毎週日曜日にはですね、教会に行ってですね、教会で牧師の説教を聞くということをやっています。まあ、あれが一般的なアメリカ人なわけでして、そうすると、こう、教会に来ないユダヤ人、あれなんやねんという、そういう、こう、反発が、やっぱ一定数出てくるわけであって、今回それに火がついてるなという気がします。結構めんどくさい感じになってまして、で、なんて言いますかね、パレスチナ人はイスラム教徒ですけどもですね、キリスト教的な発想からいけばですね、罪なきですね人であって、パレスチナ人であってもですね、罪なき人をですね、一方的にこう殺戮しているように見えるわけですね。まあ実際そうだと思いますけども、イスラエルがですね、それがこう許せないというふうに、まあそう見えなってしまうわけですね。まあだから、まあアメリカ人、キリスト教徒のアメリカ人からするとですね、ユダヤ教徒のイスラエル人がですね、イスラム教徒のパレスチナ人をですね、こう、殺戮してるということですね。で、公平に見たらですね、どっちが悪いねんと、それはイスラエルじゃないか、みたいな、そうなるわけですよ。言い悪いなんてここで言うつもりはないんですけども、ですね、そういうふうに見えてしまうということですね。で、これはアメリカのみならず世界的な傾向でして、イスラエルに対する非難が集まっています。そのイスラエルを支援しているアメリカに対する非難も集まっているわけです。だからバイデンはですね、バイデンという人は自分の考えがない人なんですね。岸田さんと一緒で。世論に動かされるんですよ、すなわち。で、世論に動かされたのかどうかですね、イスラエルに対する武器供与を停止するみたいなことになってるんですね。まあまあ、一つの動きといえば一つの動きでして、あれですね、こうちょっと影響を受けてきたかなという感じはしますね。イスラエルに対してですね、ちょっと停戦合意を守れとか、合意せよとかってですね、プレッシャーをかけること自体はバイデンさんにとってはですね、こう正義面ができるんでですね、有利に働くということはあると思います。なんでですね、まあ、イスラエルに対して強硬にですね、やめろとかですね、停戦合意せとかですね、これ以上やんなとかって言って、武器を送らない、弾薬を送らないっていうのは、まあ、バイデンさんに多少有利に働くかもしれません。で、トランプさんはですね、圧倒的にイスラエル支援しろという派なんですね。なぜかというと、トランプさんの娘さんのイバンカさんですね、あの美しいお方はユダヤ人なんですよ。いや、もともと継承教徒なんですよ。改宗したんですよ。だからユダヤ人には誰でもなれるんですよ。ユダヤ教に改宗したらいいんですよ。イバンカさんは改宗しました。旦那がクシュナさんっていう、これがユダヤ人なんですね。だからトランプさんは圧倒的にイスラエル支持なんです。ただ、今アメリカの世論はですね、イスラエル支持よりイスラエル非難に傾いてますんで、この点だけに関して言えばですね、バイデンさんには多少有利に働くかなという感じでございます。
このね、読みかけましたページ長いんで、最初の2割ぐらいしか読んでません。読売新聞ですね、タイトルがですね、イスラエルが中国無視、ラファ攻撃に米苛立ち、バイデン大統領の武器支援、停止言及というタイトルの記事のですね、アドレスを一応で、ね、貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございました。